ということで、こんにちは、ガッチャンです。今回はマックスファン、あとうちにはファンタスティックファンという2つの、ベンチレーターがあります。その清掃について動画にしてみました。いつも空気を通してくれているベンチレーター、かなり重要なアイテムの一つなんですけれども、かなり汚れてました。その清掃の仕方知らなかったんですけども、調べてみてちょっと動画にできましたので、もしよかったら参考にしていただければと思います。それでは見てみましょう。網になっている部分ですね。それはここ4つに白いのがついていますよね、ぼっちが。それを、動かすことができるんですよ。そうすると、ロックされているのが、ということで、こう、外れるわけです。拭いていこうと思いますね。かなりフードのところ黒カビ出ちゃってんな。これはよろしくないので、できるうちにきれいにしたいと思います。結構ね、油物をやったりするのでベタつきが積み重ねでちょっとベタついてますね、ホコリが。うわ、こんなにちょびっとだけで。それでは、ここの2つのネジを緩めるといいそうです。外れましたね。こうなっているのか。よし。押し出して。ネジ込みます。おお。こういうことね。次はファンタスティックファンの方を外そうと思います。で、バックを外して。ここのところですね。今のうちでここを拭いちゃいましょう。マルチルームだとやっぱまだまだ綺麗なんだなって、こう見れてわかりますね。はい、それではうちには必殺の家庭用の掃除機がありますので、こいつで吸っちゃいましょう。さあ、いかがだったでしょうか。ベンチレーターの快適感の汚れだったりとか、ホコリとか、あと網についている葉っぱとか、もし入り込んじゃったの死骸だったりとか、まあ、あと一番の嫌なところはカビですね、というのが結果的にやっぱありました。まあ、これがどのぐらいのコースパンで、メンテナンスしていけばいいのかというのは、やっぱり汚れ具合にも寄ってくるとは思うので、そうするとまあ言うともんで人それぞれだと思いますが、まあ、目に見える範囲で、あ、これやった方がいいなっていうタイミングかなというふうにも思ってます。カビがあればやっぱりカビ菌が室内に車内にやっぱ入り込んで風邪の原因とかいろいろあるとは思いますので、そういったところはやっぱケアしていきたいなというふうには思ってます。
まあ、とにかくなんとなくですけどできて良かったなと思っております。はい、まあ、参考になったでしょうか。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。